やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジダリクニハマです。はい、現在11月16日水曜日の午前2時8分ですね。はい、ただいま山のすすめネクストサミットの7話ですね、見終えました。さあ、ここからはですね、チェンソーマンの、6話ですね、アマゾンプライムで見ていきます。はい、なおアニメ本編は再生されません。ご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。さあ、前回なんか8回が無限に出てくるところで終わったよね。銃の悪魔を探しに行って、小紅がむっちゃ震えてたな。あ、下に降りても、あ、これ閉じ込められたってことやね。部屋は普通に入れるのね。え、完全に。あ、そういえば次回のアメトークチェンソーマン芸人やな。来週かな。これ銃の悪魔の仕業なのかな。八階に閉じ込められたのは。今回触ったのが電池を殺さないけどね。
何歳なの？兄を大学に行かしたいってことは高校生？何がおもろいね。時間も動いてないの？ほんまに寝たな。消費税 100% ほら今でやらいビビってもうたね。まあ、そらそうか。あいつって、秋？そうやね、銃の悪魔に家族を、ほな全員家族を殺されたというか。6人目やつだな。しばかれたな。母親？あ、前のバディの彼女も。
八つ当たりもいいとかやな。うん、秋が芝くんかな。ほう、からなんでそんなずっとするようになったのかな。近いな距離が。うわ、あれ何これ。何じゃこれ、気持ち悪っ。あ、それが今回サブタイトルの意味？デンジを殺せって。ん？新井くん？小紅ちゃん？あ、小紅ちゃん。は？は？どういうことこれ？何しろに小紅ちゃん。操られてたん？こん。出せへんの？そうか、時間も止まってるしね。あ、京都にあんの？ゴースト？おお、おお、え？なんで？なんなのこれ？へえ。
ほう。お、魔人と悪魔は契約結べない。なんかいろいろとこの言葉の中に今後の何かが含まれてそうやな。八方塞がりやな。刀を使う。ベロ中？あ、違うかい。パワー？パワーやな。コベリちゃん、コベリちゃんやばいな。おお、お、メビウスの輪や、なにこれ。おう。え、コベリちゃん、大丈夫か、ほんまに。おお、なんなん、刀に使った、なんなんなん。あ、そうなんや。突破口が全く見えへんねんけど。おお、うわ、お、ここやぞ、ここ。
できんの？何や今の、今の回想何や？え、これちょっとコペニちゃん結構嫌いになってきたんですけど。ベロ中ね。なんかチェーンソーがどうのこうの言うちょったね、さっき。死にたくなるぐらいまで痛めつけると。え、終わり？うわ、どこで終わってんねん。カーナリア。まあ、とりあえず8階に閉じ込められてしまったということで、まあ、うん、ちょっと最初は強、まあ、まだそんなにどう、あの大丈夫だった荒井くんまではね、もうおかしくなってしまったかな。で、小紅ちょっと今回小紅ちゃんめちゃめちゃ嫌いになったんやけど、うん、何をしてくれてんねん小紅ちゃんマジで。で、まあまあ、あの、今回のその会話の内容からは、なんや、あの巨大悪魔は契約をすれば、助けてやると、その契約の条件としてはデンジを食わせろって言ったかな、殺して食わせろって言ったかな、まあ、途中でデンジを殺さなあかんと。で、本体はここにはない、ここは胃の中やみたいなこと言ってたね。で、契約は絶対であり、どっちかが破ると破った方が死ぬって言ったかな、そして魔人は悪魔と契約はできないということを言ってたね。そして姫野は、前のバディの彼女にしばかれたと、八つ当たりみたいなもんやね。それに対して、
アキがガムをくっつけてちょっとした仕返しをしてくれたというのと、あとあのタバコのやり取りはなんか今後に関係あんのかな、絶対骨が腐るから吸わんって言ってたのにね、なんでハマったのかっていうのがわからんかったけども、なぜ姫野はそこまでしてタバコ吸わしたかったんかなというのも気になるし、吸わすことになんかメリットがあんのか、うん、もうわからへんな。でまあパワーはとりあえずノーベル賞を取って総理大臣になりたいというねことやけど、飯全部食ってもたね。で小紅ちゃんがね、デンジを殺しに行ったところ、アキがカバーここへで刺さった、ここここ、まあそれをまあパワーがね、自分の血しか操れへんけどしゃあないしやったろうという時に、なんか墓にカラスがおる回想をした姫野がなんか涙したと、あれも何の回想なんか気になるし、で、刀を使うと契約によって寿命が縮まるとか言ったね、なんでそれ狐との契約でなんかあのなんか体の一部を食わせたら動いてくれるから今回皮膚を食わしたみたいなことも、まあ、言うてたけど、刀はなんかまた別の悪魔と契約してるからそういうことなんかな、二重契約三重契約ってできるんかな、うん、なんかその辺も気になるしね、うん、まあ、そしてまあね、デンジはとにかくあいつが死にたくなるぐらい痛めつけて自殺させてやるぜやけど、そのうまくいくんかね。で小紅ちゃんはなんか大学に兄貴を生かしたいからやけど自分もほんま行きたかったみたいな、そんなことも言ってたけど、なんかいろいろと今後につながってんのかなこれ、うん、どこで終わってんねしかし。はい、とりあえず今回は僕は小紅ちゃんが嫌いになりましたということで、チェーンソーマンの、6話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味あげたら切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者、子供向けパフォーマー、大道芸人やっております。普段保育園、幼稚園、小学校、子供会などでね、やればできる諦めないを伝えたくてパフォーマンスしてますけれども、現在コロナの影響で、2年9ヶ月近く仕事がまともになくて貯金だけでやっておりますが、その中ね、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で965日やってますね。去年推定2000本以上の動画が消えましたが、その悲劇を乗り越えてやっております。貯金だけでなんとかね生活しておりますけれども、はい、で、13年以上ね使い続けてきた、このパフォーマーとしての、チャンネルでですね、アニメのリアクションをスタートしてしまったんで、現在こちらはサブチャンネルとして、アニメのリアクションで残しておりまして、9月14日に新たにパフォーマーとしてのチャンネル立ち上げました。説明文に URL 載っけてますんでね、ぜひともチャンネル登録お願いします。毎日19時に動画投稿しております。で過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人こと毎日ありきに浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。